こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますレンズは、バレナックライカ用の非常に年代物のレンズになりますね。エルマー 35mmF3.5 の、広角レンズになってますね。ご覧の通り非常にコンパクトで薄いフィルムじゃなくて、レンズになってますね。はい。シリアルが、225602になりますので、こちらはですね、1934年のですね、非常に初期のエルマ 35mmF3.5 ということになりますね。後期の方になりますと、この前玉にですね、コーティングですね、ブルーの、シングルコーティングが施されるようになるんですけれども、それはですね、まだこの個体はコーティングが施される前のノーコントバージョンということになっております。はい。では、外観から見ていきます。ご覧いただいてます通りですね、まあ、さすがに使用感、経年感的なものはですね、感じるんですけれども、この年代としてはですね、この、もう、80年前、90年前のレンズですので、そう考えると非常に綺麗なものではないかなと思いますね。だいぶ。はい。目につくですね、すれ当たり凹みとかですね、そういったものは見当たらない感じですね。強いて言えば、この絞りの目盛りのところですね、このところにですね、クロームがちょっとですね、すれて下地が見えているところがありますね。はい。まあ、このぐらいで、あとは、落として歪んだりとかですね、ぶつけたり擦ったり、この、メッキが剥がれたりとかですね、摩耗した部分もないですね。このマウントの部分もメッキがしっかりと残っていて、綺麗な感じです。はい。ライカ L マウントですけれども、現在でもですね、マウントアダプター経由でですね、ソニーの α7 とかですね、に問題なくご使用いただけるマウントのレンズになってますね。はい。外観は非常に綺麗な状態です。で、レンズもですね、ご覧いただいてます通りですね、ノンコートの非常に古いレンズですけれども、ひどい擦り傷とか引っかき傷など見当たらない状態ですね。はい、ご覧いただいてます通りです。中玉にも曇りカビ、バルサム切れとか見えずにですね、非常に綺麗な状態です。はい。LED 光源で見るとですね、非常に薄いですね。ちょっと曇りが見えるかもしれないんですけれども、まあ、極端な逆光状態でない限りですね、このフレアが出たりとかするレベルではないので、安心して撮影にご使用いただける状態ですね。このままで。で、絞りの動きも非常に軽快ですね。きちんとグリスアップされている感じです。はい。で、油の乗りとか羽の痛みもないですね。ピントヘリゴイドもいっぱいまで滑らかにグリス切れなく動いております。はい。この動きムラもないですね。はい。無限ロックもしっかり効いてます。付属品がリアキャップと、フロントキャップになっております。はい。ということで、非常に年代物のですね、エルマ 35mm 広角レンズ、F3.5 ですけれども、念のためですね、末永くお使いいただくために、全体的な分解整備、清掃、調整をご希望いただける場合は、オプションからお選びいただけましたら、当社で格安で請け負わせていただきますので、ぜひご利用ください。ということで、はい、ライカのごく初期の広角レンズ、エルマーの 35mmF3.5 ノンコートバージョン1934年のモデルになっております。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。